愛らしいセリフとともに。すいませんね、ちょっと。あん！ちょっと、びっくりしちゃった。The future can only tell it. この番組はハロープロジェクトメンバーへの一斉アンケートで聞いた、あの人と二人っきりであれ出したいという夢のロケを実現する、差しロケバラエティ、今回のワンバイワンは、今の率直な今のお気持ちは、いや、なんか誰が来るか分かんないので、いや、もうドキドキです。笑っちゃう。何も聞かされず、はい、何も、なんかマネージャーさんにどういう人ですかとか聞いたんですけど、めちゃくちゃはぐらかされたので、早く知りたいです。チーを選んだ理由は、好きだからです。今からチーとおデートなので、隠れました。そこの裏にチーがいる。ちなみに誰が来るの？同期に近いぐらいまでしか予想はないんですけど、ここにいるよ。どっちから行こうか、右か左か。お洋服は今日のために買ってきたの？はい、買ってきました。セットアップが好きだったので、セットアップがいいなと思って。ちなみに、はい、じゃあ行きたいと思います。誰が相手だったら、誰が相手だったらちょっと怖いなとかありますか？怖いな、先輩か。あびっくりすぎて叫びました。恥ずかしかった、朝の渋谷で、はい、出たらもう想像以上のリアクションをしてくれて、ものすごい離れていって、なんかチーってびっくりするとき、いつもしゃがみ込んだりするんですよ。それが見られたので、最上級の驚きだったんだなと思って嬉しかったです。というわけで、私稲子真中が森戸千咲ちゃんとやりたいワンバイワンはですね、可愛いチーを一日見て癒されたい。なんで？です。なんでですね。こちらのカメラはですね、あ、こっちの方がいいかな。チーの聞き顔はこちらですね。違うか。私もう分かるんです。どこからでも可愛いんですけど、いや、なんかちょっと可愛いチーを見て、とにかく癒されたいなと思って。なんで？私がただ癒されたいっていう企画なんですけど、はい、それだけじゃいけないので。視聴者の皆さんにも可愛いチーをお見せするために、私がこのカメラを一日中持ってしっかりと収めていきたいなと思います。はい、今のずっと持ってんの？はい、今の感じ。あ、可愛い。あ、可愛いですね。指さされました。分かんない、お楽しみに。いや、なんかこれいらない。いるでしょ。いらないです。可愛いよ。いや、なんかすごく私自身も新鮮で、こう自分も映る立場なのにカメラを持ってるので、どこにいたらいいんだろうとか、普段だったら背中を向けてはいけないとかやっぱり気にするんですけど、そうするとチーのいい表情が撮れなくなってしまうので、もうそこは捨てて、自分は捨てて回り込んで、こういい角度で撮ることができてすごく楽しいです。さあ、はい、まずはこちらを用意したんですけど、楽器×チーということで、はい、あそこに見えてる楽器屋さんに行きたいと思います。やった、嬉しい。行きたかった。そう、なんかね、うん、最近、はい、チーが欲しいものがあるっていう情報を聞きまして、ドラム、はい、ドラム、はい、なんか電子ドラムとか、電子ドラム、何でもいいんですけど、ドラム叩いてみたくて聞きましたよ。やりたいなって思ってたんですよ。じゃあそれを早速見に行ってみましょう。いいの？やば、お邪魔します。お邪魔します。わあ、待って、初めて、いっぱいありますよ。嬉しい、初めて来ました。楽器屋さん、早速こちらへ来てください。ドルルルル、こちらです。ドラムやん、すごい、嬉しい。これが電子ドラムになっています。やば、ドラム自体は叩いたことあるの？なんか、中学生の頃になんか音楽室にドラムあって、それを
構叩いてたことあるんですけど、でもだからスティックはあるんですよ家に、だけども遠くの昔すぎて忘れちゃいました、じゃあちょっと店員さんに聞いてみましょうか、はいはい、聞きたい、お願いします、どんな感じなのか、はい、ありがとうございます、やったー、もうすごい、おすごいすごい、おリズミカル、すごいすごい、ありがとうございます、かっこいい、すごい、めっちゃいい、ありがとうございます、ありがとうございます、すごいすごい、え、すごやばい、嬉しい、もう座るだけで嬉しいけど結構こう順番に、はい、どんどん増やしていくのが一番いいんですけど、はい、まず右手からですね、はい、これ持ってください、はい、でかわいい、このハイハットって言うんですけど、はい、これをハイハットどっちの手ですか、右手です、はい、そこから分かんないから、いろいろネットとかで探すっていうか、その買おうかなとか思ったりして検索とかしてたので、実際にこう電子ドラムを生で見てて弾けてすっごく嬉しかったです、まさかできると思わなかったのでめっちゃ難しい、1、2、3、難しい、どっちも一緒になるよね、めっちゃ難しい、左手と足が一緒になっちゃう、しかもね、こっちをね叩いてるとここが当たっちゃってなんか叩けてる気しない、かわいい、めっちゃむずい、ね、キラキラですよ、面白そう、いや面白い、本当に楽しくない時は顔に出るような子なので、演技で楽しくしてるとかっていうことは絶対にないので、もう心から楽しんでるチーを見ることができて最高に嬉しかったです、やばい、人差し指と親指でこう持っていただいて、はい、であとはもう添えるだけみたいな感じなんですね。でロールってこう1回に、はい、2回ずつとか3回ずつ叩いてるんですよ、はい、そうバウンドしてこう、リバウンドっていうんですけど、それを利用して叩くんで、絶対的にどうしよう、この跳ね返りを利用して、ここが精一杯、あでも結構控えめな感じだね、そうなんか、あでもあでも強くなった、あいいねいいねいいね左手がめちゃめちゃ似せた、うんうん、あ難しい、うん、なんか他にも電子ドラム以外に気になるものがあったら、うん、ちょっと見てみましょう、ものがあったら、はい、楽しい、すごいよ、いっぱいあるからね、やばい超楽しい、家に欲しいわ、えやばい、ギターもいいよね、大好き、ね、弾けないけどかっこいいまあもうね触ったことはあるんだけど、もう本当に触る程度、私たちこう女子でさ、うん、アイドルっていう立場だと、ね、うんうん、楽器できるんだみたいなね、憧れるよね、ね憧れる、じゃあちょっとここからは、はい、私がギターを選んで、はい、チーとドラムでねセッションしたいなと思うんですけど、ちょっと私も本当にいや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 、もう何年もさっきのあれだけなんだけど、ね、さっきのあれだけだよね、あれを見てできる、大丈夫、同じレベル本当にギターレベル同じだから、ちょっと触ったことあるだけでもう忘れちゃって、うん、そのやってた当時は弾き語りできるように少し歌いながら楽譜見てやってたんだけど、すごい、もうね忘れちゃったの、指が、いや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 、でもそこまでできてたら感覚が覚えてるって、本当かな、ちょっととりあえずギター選びたいんだけどね、やばい、はい、今いろんなの見て、うん、まあ、もうすぐ近くのものですね、うん、ここのものがいいなって思ってるんですけど、はい、この白いやつ、うんうんうん、これをちょっとお借りしまして、いいですね、すごいこれとどれだっけ、これか、そうです、ギターとかをもともと弾いたことがあったとかもさえも知らなかったので、新たな発見だなって思います、しかもすごい結構思い出してきたのか、普通に最後弾いてたのですごいなって、かっこいいなって思いました、すごい体力を使いますねありがとうございます、この3つをなんとか覚えればチートセッションができる私もできないかできないからできない、はい、はい、というわけでね、はい、本当にちょっとの時間練習したんですけど、これからセッションしていきたいと思います、はい、意気込みの方、いやもう
まあほぼ初じゃないですか、初初触るの。もうやばいですね、全然まだ今のところ一定のリズムすらも刻めないんですけど、とりあえず刻んでるつもりで頑張りたいと思います。ちょっと私もすごい6年ぶりぐらいだから、すごい全然さっきだって弾けてましたもん。いや弾けてない弾けてない、やめてくださいよ。本当に思い出した。違う違う、こうやってやってた頃のことを思い出したなっていう感じで、ちょっと腕まくりなんてしてさ、かっこつけてるけど全然できないけど、でも楽しめたらいいなって思います、はい、それでは聞いてください。マナチューバンドでワンバイワン。続けるよ、いけるよ。初にして多分最後であろうこのバンド一緒にできてよかったです、はい、マナチーバンドはもう恥ずかしくて、二人とも終わった後、いやあれは恥ずかしいねっていう、あれが放送されてしまうのかっていう話になったんですけど、まあでも楽しかったですし、あの2人とも全くの初心者で、まあでもなんかだんだん後半になってくるとリズムを合わせられるようになってきたりして、すごく楽しかったです。ありがとうございます。まあこんな感じでね、楽しく弾けたわけですけど、ちー、はい、電子ドラム買いますか買いませんか。こちらの電子ドラム、おおお、待って、下手くそなった。買うか買わないのか、どっちだ。保留。いや欲しいけど家に置く場所がない。そうだね、はい、はい、というわけでね、はい、こちら原宿にやってきましたけど、はい、すごいね。続いてはですね、はい、オリジナルメニュー ×チーです。何ですか。何まあまあオリジナルメニュー、楽しみにしててくださいよ、はい、こちらでございます。クレープ、タラーン、クレープ。やったー、食べたいって思ってました。あ、本当ですか、はい、早速なんですけど、はい、例のあれを、あれですね、お願いします。かしこまりました。そうなんですよ。何の、ね、なんかいろんなメニューが、うん、あるから、ちょっと何が出てくると思う。なんかクレープの皮が好きなんですよ。おお、だから美味しいよね、皮ね、うん、マモ好き、皮本当に好き、うん、うわー楽しみ、なんだろう、ね、いや絵になるわ、このクレープとチー。いや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 、マナカも撮ってあげる。なんでなんで、いいよそういうの、いいよ、ありがとう、かわいい、ありがとうね。これ恥ずかしいね、結構でしょ、仲間がいない感じしちゃう。そう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 、なんかみんなこっち側みたいな、みんなするよね、目につく。お、あ、できたって、できた、行きましょう行きましょう。ありがとう、ありがとうございます。バタンシュ、受け取ってください、ありがとうございます。すごい、皮だけほぼですよね。バタンシュが5枚出したね。やめた、集めまして、チーが皮だけのクレープ食べたいっていうのを聞いて、ちょっとなんとかお願いしますってすっごいお願いしたの。やば、大変だったんだから。なんかもう想像以上のリアクションをしてくれて、なんかチーってすっごい嬉しくても、あ嬉しいぐらいな可愛らしい反応することが多いんですけど、え待ってみたいな、本当にテンションが上がってたので、なんかそれって本当カメラが回ってるところでは普段あんまり出ない姿なんじゃないかなって思うので、それをがっつり引き出すことができてよかったなと、大成功だなと思いました。いただきます。うん、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 皮だけめっちゃ美味しいんだけど、あやば、感動してる、もうメニューにしてほしい、定番化しようみたいな、うんうんうん、念願の夢が叶って本当に嬉しいですし、なんかこういう企画じゃないと
こう自分一人で行ってできますかなんて聞けないので本当にありがたいなってもう感謝です。せっかくなのでなんか可愛らしいセリフとともにあーん的なねなんかそういうのもらえたら嬉しいな。これ個人的なお願いなんだけどすいませんねちょっとあーんちょっと不意打ちだったびっくりしちゃった。今もちゃんと取れたかな。取れた。はい、いただきました。皮だけでも美味しいと思うんだけどよかったら味変とかしてみますか。お茶目だからな。クリームどこについちゃったねえやめてもうかわいい。今のもらったね。今のもらいましたよ。こんなアップなかなか取れないな。おいしい。というわけで私が考えたオリジナルメニュー大成功です。おいしい。最高。皮だけこういう機会がないとなかなか直接は言えないので告白します。こんなはずじゃないんです本当にもう嫌になっちゃうこんなはずじゃない。この後も続くハロプロワンバイワン。その前にこちら。さあハロプロ思い出ライブコメンタリー始まりました。この企画ではモーニング娘。ワンナインのメンバーにこれまでの活動の中で最も思い出深いシーンを選んでもらいました。はい、今回のプレゼンターは野中美希。はい、はい、私が選んだ思い出深いシーンはこちらです。エモい。エモい。でもこれ個人的なもので、結構いろいろ私的にエモいことが重なったっていう一曲になっています、はい、で、こちら丸々さんのラストのハロープロジェクトのコンサートで English っていうのがイングリッシュヒントですね。なんだろう、はい、なんだろう。それではご覧ください。喋ったことある。I wanna believe you. 喋った。あったあった。You got supposed to be. かっこいい。一人だけ青黒で最高に可愛いです。衣装自分で選んだんだよね。そうそう、自分で選んだやつだね。結構かっこいい曲だからみんなかっこいい服で来るんだろうなって思ったらみんな可愛かった。めっちゃ気合い入ってね。そう、気合い入っちゃいましたね。可愛いな。本当だ、みんな可愛いな。この時、嗣永桃子さんの最後のハロコンです。可愛い。可愛い。そうなんだ、これ。かわいい髪こう。超かっこ若い。かわいい。ちっちゃい。すごい野中がラッパーみたい。急に黒いから。あ、イングリッシュなんで。黒い。頑張ってます。クマちゃんいるけど。ここ個人的ですけどすごい練習しました。そうだよね、練習したね。すっごいしてました。緊張しすぎてる。かわいい。かわいい。懐かしい。最後の嗣永さんがすごいんですよ。シーンを選んだ理由は、はい、こちらですね、まあ、細かい私のエモいポイントがたくさんあるんですけど、はい、まず、ミニモニさんの私大ファンなので、この曲、まあ、ミニモニさんの曲なんですけど Crazy About You できてまず嬉しいっていうのが一つと、あと嗣永桃子さんのラストのハロープロジェクトのコンサートでシャッフルを一緒にさせていただけるというエモさ、そしてあと上國料萌衣ちゃんは、オーディションで一緒だったんですよ。そなんかちょっと戦友みたいなところがあって、で普通にプライベートでも仲がいいので一緒にできて嬉しいなみたいなことだったりとか、まあでも何より英語をやらせていただけて、でもさそれはさ本当野中の特権じゃない。だって絶対さ帰国子女っていうのがなかったら世の中にはそこが多分当てはまらなかったかもしれないからさ、いい武器を持ってるなって思う。そうしましたね。でもやっぱ野中が偉いなって思うことだけど、このメンバーの中で一番英語が喋れるわけじゃない。なのにさらに勉強してくるところ、忘れないようにとかもっと
できるようになるようにってちゃんと勉強してるところが偉いなと思って、うん、私あのこの時に袖でスタンバイしてたんですよ、この曲の前に毎回。もうそのスタンバイが楽しみすぎて、このメンバーのこのクレイジーアバウトユーが好きなので、英語を聞くのも楽しみだったし、何このベタボベースその野中のさ、そのパートの時、はい、多分野中の癖なんだろうね、いつもね絶対なんかこう綺麗に手伸ばしてくれて、野中ちょっとこうなのよ絶対こうなの、人差し指絶妙にこうなのよね、ずっとだんだん伸ばすとかだんだん引くなら分かるけど、ずっとここでも幸せよーだから幸せよ、幼さが残る感じがね。ちなみに、はい、その英語聞きたいですよね、聞きたい、頭の、はい、え、いいですか、じゃあいい、カメラ目線とかの方がいいのかないいよ、どうぞ、やりたい、違うね。I wanna believe this love is true. The love you expressed to me. The future can only tell it. ちゃんとやりますね。そう、その時にとっておきます。でもかっこよかった、かっこよかった。途中までかちゃんがこの人何言ってるのか見てたからね。はい、ということで野中美希のハロプロ思い出ライブコメンタリーでした。Thank you very much. 面白いな。最後はもぐもぐチーを見たいなっていう風に。いや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 。どうします？なんか好きなの。何でも頼んでください。チーズタッカルビ。チーズタッカルビどうですか？美味しそう。食べたいです。食べたい？はい。これにする？うん。ね、なんかちょっとせっかくねこういう時間をもらって、うん、ちょっとこうお話ししながらご飯みたいな感じだから、はい、なんかいろんな話をしたいなと思って。はい。いえ、もちろん。なんか写真で一番覚えてるのがちょっと本当にマニアックすぎて覚えてるかわからないんだけど、ヴィーナスフォート。ヴィーナスフォートだ。そう、あそこのリリースイベントの楽屋かな、なんか小さい椅子に、なんかチーにマーが抱きついてなだれ込んでるみたいな、覚えてる、あの写真がなぜかわかんないけどすっごい覚えてて、あれ誰が撮ってたんだろう、そうめっちゃ覚えてる、チーとの思い出を振り返るとあの写真がめっちゃ出てくるの頭にめっちゃわよでも覚えてるよね、なんかそうやっていつもくっついてたなっていうイメージ、うんうんうん、懐かしすぎて可愛かったね、今も可愛いんだけどさ、また違った可愛さが、本当に可愛くないなったなって思うけど、今だからこそ言える謝りたいエピソードある前にハロープロジェクトのコンサートの時に、絶対覚えてるんだけど同じ部屋になってない、覚えてると思う、言ってたもん、あ、言ったっけショックだったって言ってた、その同じ部屋になったことがあって、でその時にホテルで同じ部屋になってなんかあんまり慣れてなかったんだよその時、誰かと同じ部屋になって、で何を話すとか別に何も気まずいとかじゃないのに、なんかちょっと緊張しちゃうみたいな、でどっちが先にお風呂入るみたいなのもあって、でその時に私の大好きな工藤遥さんと電話をしてたんですよ私が。でそしたらその後々なんかの MC の時にチーが同じ部屋なのにまなかちゃんがずっと電話してて全然チーの相手してくれなくてなんか悲しかったみたいなことを聞いて、もう後から本当に後悔したの。でも今考えたら2人しかいないお部屋で電話されてたら本当に悲しいよね大丈夫、本当にあの時間も本当に大切にすればよかったって思ってマジで大丈夫、ごめんね、ここだから全然まだね、MC のネタね、グツグツ言ってるので、はい、ありがとうございます、わー、すごいんだけど、もりもり、やばいい匂い、ね、すごい、でっか、焼きそば入ってるよ、初めてなんだけど、ね、初めてこんなの、チーズタッカルビに焼きそば入ってるの、いただきます、どうぞどうぞ、チーズタッカルビ、だろうよ、チーズタッカルビ、おいしい、そう、私、おいしい、え、めっちゃ辛いんだけど、おいしい、本当に本当に告白をしますっていう宣言をしたの、はい、そう、これから多分ツーショットインタビューになるんですけど、これだけは絶対聞いときたいなっていうのがあります。
聞いておきたいこと、こう普段一緒にご飯に行ったりとかしてなんかこう楽しいねみたいな話とかはできるんですけど、具体的にすごく大好きなんだよっていう気持ちを伝えることがなかなかやっぱり恥ずかしくてできていないので、面と向かって大好きなんだよってい う, こう特別ですごく感謝しているっていう気持ちを伝えられたらいいなと思います。だから言います。あ、そのあれじゃないよ、そんな今から突然何か発表とかじゃなくて、発表そういうわけじゃないんだけど、まあとにかく今日を一日まあ癒されました。本当によかった、こんな私でよかったら、こんな私でって言わないで、本当に本当にちょっと恥ずかしいね、チームは本当にすごい人だし、すごいすごい人、すごい人ね、すごくない、すごいの、すごいの、とにかくずっともうね、やっぱ昔からずっと大好きだし、それは今も昔も変わりませんし、そうすごい家族みたいな存在だし、あの本当にあれ、ちょっと待ってちょっと待って、そういうつもりじゃないの、なんかね、そうなんかすごいもうずっと大好きだったの、うん、なんか変だけど、そうやっぱりちょっと大変だった時のこととかを考えると、周りがやっぱり見えなくなっちゃうから大変だと、そういう時にもっとこうしていればよかったのになとか思ったりもするけど、私もだけどなんかどんな時もちぃは味方でいてくれたっていう感じで、そう何があってもいつもなんかなんかね、うん、そう自分で言うのもあれだけど、すごいマアのことを好きでいてくれた感じがすごく伝わってて、ずっとそれがすごい嬉しかったし、そうこんなはずじゃないんです本当に、もうやんなっちゃうこんなはずじゃないそう懐かしい ねでもずっと同じことを思ってたんじゃないかなとは思ってた、うん、なんか本当になんかやっぱ一番私は、うん、そのこう思うだろうなっていうのが基準が多分似てて、最初から嫌なことあってもまあまあとかに言って発散してたし、それこそ二人で本当だよねってちょっと時もあったから、そうそう言える人で最初からそういう人がいたからよかったなとは思ってる。だからとにかく大好きだよっていう私にとってすごく支えられた特別な、これからもずっと仲良くしていたい存在です、うん、ありがとうありがとうはい、告白終了もう今日自分のしたかったことしかしてないね、マジでそうだよね最高最高最高でしょ、あれだ、美味しかったね、あ、手動だ本当だ、ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでした、美味しかった、はい、というわけで、はい、本日のワンバイワンいかがでしたか。いやもう私からしたら、はい、自分がやりたかったこと、うん、夢のまた夢だったことをゆっくりやらせてもらって、うん、なんだこの企画はなんだ今日はすごい楽しくて幸せでした、うんうん、よかったです、ありがとうございます、こちらこそ、いやもう私の願いは、いやよかった、ただ一つですよ本当に、チーのその幸せそうな顔がいやいや見たかった、うん、幸せ、私も幸せです、最高ですねこの番組ね、うん、どっちも本当に喜べるっていう、みんな幸せ、ね、多分そのマナチーが好きだよって言ってくれてる方もすごいたくさんいたので今回それを見せられたのも個人的にはすごく嬉しかったなって思います、いつもありがとうございますありがとう、最後に締めちゃいます、はい、そうですね、やっぱり最後はこちらですね、やっとだよって皆さん思ってますよ、この至近距離の、じゃあ聞き側の方からねありがとうございます、撮りたいなと思いますよ、イエーイ、ワンバイワンありがとうございました、ありがとうございました、バイバイ、バイバイ、楽しかった、楽しかった、パンツを履いてギリギリ、他はなんかかわいいやん、どこのあ、すいません、初めじゃないんで、武道館公演でみんな緊張してる状況の中、なんで今言うのなんかすごい幸せだなって思って、うん、なんか